さっき殺害予告したの許してくれ。あ、じゃあ俺が19時までにあのハムスター越せなかったら普通に警察に言います。これ俺が警察に行って訴えますって言った以上、これあの俺が脅迫になっちゃうんで、あの固定コメントするわ。お前が警察に捕まんないように、お前全力で応援してね。ピン止めするわ、殺害予告。あの、あれして。あ、普通にピン止めする。さっきの人の殺害。僕ですって、しかも、あれ僕ですって出頭しなかったら今もう警察に電話します。見てください。普通に今警察に電話します。僕ですって、まずここで一回自首しない限り俺本当に今電話する。早く出てきて。で、19時までにハムスター越せなかったら、普通に訴える。本当っすよ？早く出頭しなきゃもう本当やばいよ。今いた？マジで終わりよ。僕ですって、本当に今すぐ出頭してきて。まずここで自首して。それでもし訴えなかったら、いや、俺が捕まるでしょ。これ、これか。この人ね。俺がお前を警察に捕まんないようにしてやるよ。任せろよ、おい。こういう時の銃は強いよ。やら、てめえ！電話しようかな、警察に。俺普通に電話すっかね。せめて19時まで待ってやってくれ。 OK、 ごめん。いや俺今回冗談じゃないよ。しかも今回ここ越えられなかった、今回もしここ越えられなかったら巻きで電話するわ、警察に。お前の今後の人生この一発にかかってるからね。一人一人の人生がかかったプレイ見てくれ。やっ！おらー！これが人生だよ、みんな。重みが違えだろ。首の皮一枚繋がったな。ぐずぐりぐりぐり。え、まさかと思うけど、次までずっと回ってねえよな、お前。みんな、あの、警察の方準備しといてください。間もなくです。間もなくそちらに一人行きます。この映像使われるだろうね。ニュースで。ってことは、いいプレイ見せてないと、俺の好感度が下がるんで、もう殺害予告したクズなんかどうでもいいんですけど、俺の好感度的に、宮根さん。できればあの、宮根さんがタバコ吸ってるシーン映してほしいね。そこで紹介してほしい。何があったか教えてくれ。もう一回説明すると、俺に対して殺害予告したやつを、今許すか許さないかで、かけてる。19時までに今のコロコロクリアできなかったら、普通に出頭してもらう。出頭しないんだったら俺が警察に電話する、今、しかもここで。ああ、やべえ、もう本当警察電話しよっかな。いや、脅しじゃないでしょ。俺怖いもんだって。脅迫じゃないって。怖いんだって。電話した方がいいと思わない？だって。だから、俺に殺害予告したやつは、一個だけ許される報告がある。ここのクリアの仕方と謝罪文を送ってこないと、俺マジで言う。危ねえ！危な。ああ、もうマジで無理だ。ハムスターで落ちるたびに殺害覚悟してしまいました。エアプなどでクリアする方法がありません。大変申し訳ございませんでした。普通に許しません。普通に許しません。今のジャンプだ。
おい、この野郎許さねえっつってんだろ、てめえ、この野郎、おい。ちなみに殺害予告があったのはニコ生のミラー配信の方です。あの、普通に。無理です。誰であろうが、俺間違ったこと言ってますか？殺害予告を許しませんって、俺が間違ってんの？至極真っ当ですよね。しかもだんだん機嫌悪くなってきてるんで、あの、普通にクリアできなさすぎて。俺クリアさせなかったらほんと警察に言うよ。肉食の哺乳類が、あの、動物を狩るときの体勢でいくね。この体勢でいくわ。これも戦闘体勢、加藤で戦闘体勢っていう。これでできなかったことないんで。超ぶっ殺して、マジで。トムソンガゼル、トムソンガゼルを狩るときの虎の感じでいくね。これ、あんま下から行く必要ない？ここ、まさか。真ん中ぐらいから行ってみる。あー、もうマジでもうムカつく、マジ。なんで肘こんな曲がんねえんだ！曲げろよ！ちょっと証明してくるわ。いや、ムカつく、マジで。なんで、肝心な時に曲がんねえんだよ。やっべえ。なんかさ、精神的マウント取るためにさ、俺に殺害予告したやつと電話つなぎながら、謝罪させながらやろうかな。暴言浴びせながら。ムカつく。誰かに八つ当たりしたい。パワハラしながらやりたい。てか、普通に一個、あの、マジで、あの、うちにマック届けたら許してやるわ。それだけお前が助かる、術は。それ以外全部許さない。ミラーのニートでも生きてる。ほんと潰しちゃうよ、俺。なあ。謝ったら許すよ。誠心誠意。俺やんねえと思ってんだろ。おい。俺平気でやるよ。もうそういうこと。クソガキども。俺今日優しくねえぞ。ああかつは少し前の配信見てたら、先ほどの殺害予告した方は、今日柏駅11時に怠慢できるやつ来いよ。という発言や、てめえあまり舐めてんじゃねえよって発言やったりして。なんかそういうすがすがしいほどの雑魚っていたんだな。お前もうやめろよ。なあ。お前は喧嘩も弱いし、ね。モテないし、人生の敗北者なんだから、仲良く暮らせよ、せめて。な？やべ、ちょっと待って。ね、左のスペースがない。みんな、左のスペースがない。くそー！あと1センチだったのに！